こんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は日経新春杯の展望したいと思います。それではどうぞ。まずは例によって過去10年の上位馬のデータから見ていきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータです。バリバリの重賞勝ち馬のルーラーシップ、ローズキングダム、トゥーザグローリーもいれば、前走条件戦を走っていたパフォーマープロミス、頑固、シバルグランと、エリート重賞馬から条件戦から成り上がった馬も含めて多彩なメンバーが名を連ねています。その中でも活躍が光るのは4歳馬。一昨年までで9年連続で馬券に絡んできましたが、昨年で記録はストップ。それでも馬券に絡んだ30頭のうち13頭を占めていますから、確率的には半分近くは明けの4歳馬で上位が占められていると考えていいと思います。今年の4歳馬は49キロ半でのサラスと52キロ半でのアフリカンゴールドと、金量に恵まれた馬がいる一方で、55キロのグローリーベイズや56キロを背負うメーションテッコンまで多彩なメンツが集まってきました。実績があるのは後者の2頭ですけれども、金量面を考えるとギリギリまで取捨選択に悩ましくなりそうです。追い切りと馬体重、馬場傾向まで見ておきたいですけれど、ひとまず金曜までには考えをまとめておきたいところです。続いてはやたらと目立ったデータがありましたのでご紹介したいのですが、関東馬の活躍が軒並み少ないような気がしてなりません。普段なら紹介だけしてスルーしていたようなデータですけれども、あまりにも関西馬にやられすぎていますので背景を調べてみました。こちらが過去10年における関東馬の成績なんですけれども、わずかに3着が2頭だけ。一番最近で連帯した馬は2003年のコイントスで、一番最近で勝った馬は2000年のマーベラスタイマー以来なしということで、21世紀に入ってからというもの、関東馬の勝ち馬は1頭もなしという悲惨な状況になりました。これはどうしてかなと調べてみたんですけれども、番組の絡みが最も影響しているという結論に至りました。先週が2000メートルの中山金牌、そして今週を挟んで来週は2200メートルの AGCC と、2000メートル級の関東の重賞番組がまずまず充実しているのが一因かと思われます。最も長いところに行きたいならば来月になっちゃいますけれども、東京でダイヤモンドステークスがありますし、冬場にあまり伝えたくないならば3月の日経賞まで調整を続けてもいいですので、とにかく無理をして関西のここを使うメリットがあまりないような気もします。ですので関東馬自体の出走頭数も少なめ、有力馬としてもモンドインテロですとかプリモントーリオなどエース級までとはいかず、デムール騎手やルメール騎手がまたがって人気が上がるまでにとどまっています。ところが今年はちょっと情勢が違うようで、グローリーベイズ、シュペルミエール、未来への翼と想定オッズで人気する馬もエントリーしてきました。どうしてかなとよくよく調べてみたところ、来週の AJCC に答えがありました。来週の AJCC には菊花賞馬のフィエールマンの登録があり、その他の4歳馬の想定ではクラシックで上位争いを続けてきたジェネラルウーノだけしか出てきません。つまりフィエールマンを含めての強力布陣が来週控えていますので、今週に転戦してきたというメンバーが集結してきたという登録状況でした。ということでグローリーベイズあたりになってくるんでしょうか。このメンバーの構成ならいけると、ここに臨んでくる関東馬には警戒しておいた方がいいようです。最後にお話ししたいのはポジショニングのお話です。再び過去10年のデータに戻りますけれども、去年のように前々で決まる競馬もあるように、とにかく後位から中段までで4コーナーを迎えないことにはなかなか勝機が巡ってこないケースが多いです。3年前のレイブミストランのように11番手から差し切るということもありましたが、4コーナー10番手以降の馬が2頭以上馬券に絡んできたというのは過去30年で一度もありませんでした。ですので追い込み馬や差し馬はどう対処していったかというと、後方待機策が中心のアドマニアモナークですとか、2010年の名将ベルーガあたりは道中3コーナーからまくっていきましたし、後方一気で勝った馬もいますけれども、前もなかなか止まってくれませんので、
数多くの勝ち馬は後位から中段あたりを進んでいきました。今年の出走馬で考えてみると、頑固や名将鉄鋼など後位から進めていく馬はプラス査定にしたいですし、グローリーベイズであっても菊花賞のように下げてしまうと勝ちどころか馬券圏内も厳しくなってきてしまいます。ロードバンノールは前走のようなポツンは5ハットです。ゲートが開いてみてのお楽しみですが、昨年のような先行の走りができれば馬券圏内がどんどん近づいてくるという見立てで考えています。先週もこのポジショニングのお話で中山金牌にはなるんですけれども、タイムフライヤーとブラックバゴを消せましたので、今までの話の中では一番実践向きなお話になると思います。とにかく後方の馬同士の決着はありませんでしたので、頭に入れておくのもいいかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。今回も2レース分の展望ですので、気になる馬のコーナーは文字だけでお伝えします。以上、日経新春杯の展望でした。続いては京成杯の展望したいと思います。こちらが過去10年の1着馬から3着馬までのデータですが、最近5年は前走が中山を使ってきた馬が馬券圏内の15頭のうち9頭と増加傾向にあります。京成杯の特徴としましては、500万特別のハボタン賞と阪神のエリカ賞を使ってきた馬が馬券圏内にやってくる確率の方が、朝日杯やホープフルステークスなど重賞組よりも最近は高確率で馬券圏内にやってくることが多いようです。重賞以外であまり番組がないということもありますし、過去10年分のデータですから母数がそこまで多くなくて参考にしきれない部分はありますけれども、トースポ杯組よりもこれらの500万特別組の方が好走しているというデータは押さえておいて損はないようです。また前走レースにも関係してきますが、先週の新山記念とかなり違うデータとして挙げておきたいのが経験したレースの数です。こちらが過去10年に起きるレース経験数の違いですが、馬券の中心となるのは3戦ないし4戦を経験してきた馬で、前走新馬戦からここに来る馬が意外にも苦戦しています。過去20年に範囲を広げても3着2回だけということでした。キャリア2000組もコマノインプラスですとかコズミックホースなど上位人気してきた馬だけしか馬券に絡んでいません。そして5000以上戦ってきた馬からは極端に副賞率が下がり出してきますので、馬券の中心となるのはキャリア2000から4000あたりまでとなってきそうです。ですので新馬戦からここに来るグレイスサンですとかヒドゥンタイムズ、人気が想定されるラストドラフトにとってはちょっと引っかかるデータになってしまいました。一方前走未勝利組の方が前走新馬戦組よりも勝っているのは京成杯ならではのデータなのかもしれません。そして最後の注目点はタイムについてですが、中でも上がりタイムには注目しておきたいところです。近いレースの中で比較しておきたいのが古馬のハンデ戦となりますが、先週開催されました中山金牌とこの京成杯の勝ちタイムを比べてみるんですけれども、中山金牌の方は平均で2分を切ってくるようなレースタイムですけれども、この京成杯は2分1秒すら切らないことが多いです。何が言いたいかというと、この後のクラシック戦線のために大事に使う馬も多いということで、レースがあまり流れてくれないことが多い傾向にあります。つまり団子状態からの用意のという形になりやすいです。上手に後位や先頭につけて勝ち切ってしまう去年のジェルダーレウオや一昨年のプロフェットなどという馬もいましたが、それとは打って変わってベルーフやマイネルロブストなど切れ味自慢が台頭してくるケースもあります。ではどうやって切れ味自慢を探すのかというところですが、単純に前走で速い上がりを使えている馬でいいかと思われます。
東京コースですけれども33秒台を記録したダノンラスターラストドラフト、そして中山で34秒台中盤を記録しているシークレットランは人気どころにはなっちゃいますけれども、やはり注目馬として挙げておかなくてはいけません。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。さて、今週はフェアリーステークスと日経新春杯の予想動画、そして京成杯の予想動画をアップする予定です。ブログのマシンガン3連符とともに、先週は2019年のいいスタートを切れましたので、この調子をキープしていきたいと思います。それでは、週末の予想動画でまたお会いしましょう。